新宇イ氏市は朝鮮民主主義人民共和国の平安北道の道と、王力港を挟んで中華人民共和国担当士と向かい合う国境の町である。人口は約29万人。王力港には中朝有効橋がかかり、中朝交通の要衝となっている。なお、新宇イ特別行政区に関しては、該当記事を参照のこと。西は、航海に面し、 東北に、義州軍、東に、椎名軍、南は、達川軍と接する。北は、王力港を挟み、中華人民共和国領名所担当市と向かい合う。気候は寒冷で1月の平均気温はマイナス6.6度。8月の平均気温は24.2度である。新宇イの衛星写真王力港に沿って、担当に向かい合うようにある。市街地が新宇イ49度。 九里を管轄する。地名は名前の通り新浦寺は新しい義州で1906年に経義船が開通した際に建設された新浦寺駅を中心として発達した町である。1911年には王力港鉄橋が開通し対岸の中国安藤県と結ばれた。1921年に義州にあった平安北道の道庁が新浦寺に移転した。 朝鮮戦争では数回の空爆で破壊されたが復興した。2002年、地域の一部が新緯寺特別行政区に指定されたが、目立った成果はない。この節の出展工場群この節の出展化学工業や機械工業が盛んである。化学兵器製造工場もあるとされる。日本統治時代には王子製紙の工場があった。新緯寺駅の駅舎より、 南東方向を望む平木線の終点で、北京への国際列車 K27、28次列車の経由駅である、新ウイジュ青年駅がある。鉄道は、新ウイジュ青年駅の先で、王力港の鉄橋を渡り、中国の両年省、丹東市へとつながっている。郊外には、義州飛行場及び新ウイジュ飛行場が存在するが、校舎はもっぱら、ヘリポートとして用いられる。 メーデーで賑わう王力高添いの公園団教の橋脚の先に見える観覧車担当から見える新ウイジュ。煙突は旧王子製紙工場。近年は中国人の新ウイジュへの日帰り観光が盛んに行われている。日本人は新ウイジュ単独での観光は許可されていないものの先に平壌を訪れたキ路であれば下車して滞在、観光することができる。 ありがとうございます。